アンドレアは好きだ。自分、みんな自分勝手でしたね。お前が一番自分勝手なんじゃない いや、一番じゃない。絶対、ハヤトは。ハヤト一番じゃないな。一番お前だな。うん、いや、俺で、あ、まあ、俺か、うん。うん。ガナハかお前だよ。ああ、ガナハはね、何にも言わないで、うん、淡々としてるからな。淡々として、ブツブツ言うからな。まあ、うん、ブツブツっていうか、直接言ってくるからな。直接言ってくる？言ってくるよ、ガナハ。で、あそこのなんだ、どっかあそこの広い交差点の、なんだ、ゲームセンターで一人でコインゲームやってるから。そうなの？そうや。よく知ってる。いや、ガナあったら、ビクッとしてた。え、そう。うん。あれ、コインゲーム。なんでゲーセンにいんの？え？なんで、え、なんで北さんがゲーセンにいんの？ガナの車があったの。あー、そういうこと？うん。面白かった。マジで。北さん、なんか選手と、うん、ちょっとおも、俺もちょっとこれ面白そうだなと思った。選手との指導者の関係性で意識してることはありますかだって。ああ。俺のスタンスとしては、うん。仲間連れなあ。それってさ、でもさ、いつ決めんの？もう、自分、なんだろう、うん、こう何年かこう指導者をしてきて、うん、その関係性だなと思って決めたのか、うん、自然体で言ったらそうなったのか。自然体。ああ、そっち。でも、キャさんだって若かったもんね、初めやったのは。だって最初ほら、熊本だもん。ああ、そうだよね。お前もすごい若かったじゃん。あはは、30ぐらいだったね。うん。あ、レインボーの子さん、そうです、そうです。レインボーです。だから、あの熊本の時がベースだって。ああ、まあ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 。うん。まあ確かにね。うん。あの熊本も、まあまあ、さぬきに近かったじゃない、雰囲気は。まあ雰囲気はね。ただよとかもいてさ。うん、確かに。うん。その延長がさぬきだったんだけど、うん、岐阜の時に、うん。あそこまでならなかったんだよ。え、だって半年でしょって。うん。無理っしょ、半年じゃ。まあね。だってさ、ケンジがさ、最後言ってたのがさ、うん。皆さん、ここは無理だったわっていう話をしてた、あいつが。それぐらいちょっともうね、バラバラだった。いや、でも、勝てないとそうなっていっちゃうよね、雰囲気。だからね、最初はすごい良かったんだよ。最初負けて、どん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 良くなったんだけど、そうなると今度出てるやつ出てないやつのこれがもうすごくなっちゃったね。だからあれ最初からやっとけばそこまでバラバラにはなってないけど、やっぱ途中は難しいね。いや難しいっしょ。うん。だって既存のやってきたサッカーがあるわけじゃん。そう。だからね、もうちょっと攻撃的にやらしてもよかったのかなって、もう後になって思うけど。まあでもそんな結果だからしょうがないよね、それは。だから途中まで良かったからこそちょっと悔しいけどね。最後がプーンと落ちたのが。なんかね。うん。釜玉が J2 に残留し続けられた要因は何ですか？なんだろうな。なんだろうね。土の練習場で気合を入れたとか。いやいや、土はもうやばかったね。やばかったね。あ、やばかった。あれでもさ、一体感はあったよね。確かに。いや、もう、うん。勝つっていうことにね。うん。うん。多分、なんか、おっさんが多かったじゃん。うん、うん、うん。なんか、変にまとまってた感はあるよね。あるある。でね、あとね、守備っていうところをみんな楽しんでた。まあまあ。守備からカウンターっていう一つの武器をみんなが狙ってた。確かに。変に、じゃあパスをつなごう、どうのこうのっていうのは。ないね。ない、うん。もう勝つためにみんなやってたもんね。確かにね。うん。まあ、なんだろうな。でも、熊本の時とさ、うん、まあその、昇格か、降格がなかったわけじゃん。うん。熊本。うん。はい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 。やっぱ、
時のプレッシャーは全然違うの。全然違うじゃん。うん、いや、あれだって60何試合やった時じゃん。そうだよ。選手はさ、もちろん。うん。選手は1試合1試合だし、うん。うん、なんか、うん。目の試合しか考えてないし、うん。あんまり考えない。その、降格が見えた時の緊張感はあるよ。確かに。うん、もちろん、もちろん。うん。うん、けど、そりゃ選手と指導者はなんか違うような気がするけど、俺は。どうだろうな。でも、まあ、熊本の方が楽じゃ楽じゃない。あの時って。え、それは降格の話？降格がないからってこと？ないから。うん、まあまあまあ、まあ。あの時の時なんていうのはもうそれしかなかった。もう最初からそうだったじゃん。まあでもそうだよね。うん、開幕戦からそうだ。まあまあ確かにね。熊本の時なんかもう好き勝手やってたわけじゃん。ああ、前らも。ああ、でもそうだよね。うん。うん。だからあれ、熊本はああいうサッカーもできたし、うん、うん、うまくいったんだろうね。うん、でも、その時ってどういうメンタルだったんだろうね。負けてもいいっていう試合なんかないじゃん、もちろん。いや、それはない、それはない。みんなね、うまくなりたいっていうのがあったと思う。あー。うん。だって、ああいうパスのトレーニングばっかりやったぜ。あ、まあ確かにね。うん、狭いところで。ずっとやってたもんね。うん、ずっとあれやって、で、なんだろう、チームとして上手くなりたい、強くなりたいっていうのをすごい俺は感じた、お前らの。うん。これはあったよね、確かに。うん。で、讃岐の時は逆にもう1試合目から、うん、なんだろう、もう開幕戦からも残留のことしか考えてないじゃん。で、口ではさ、十何位、どうのこうのっても、みんな、うん、なんていうの？残留のことしか考えてないじゃん。まあね。うん、無理だってみんな思ってたじゃん。いや、無理、まあ無理、まあ無理。うん。そう。でも、俺は監督として、そんなこと言っちゃいけないから。まあまあ、そうだよね。マスコミにもやっぱり言わなきゃいけないんだ。スポンサーさんもいるわけだから。確かに。うん。でも、もう俺から、お前ら、若手になったらまで、無理だって思ってたよ。違うよね。そう。だから、讃岐の時はしんどかったな。でもそれが面白かったじゃん。まあね、面白かった、面白かった。面白かった。すげえ面白かった。うん。北さん、蒲田マーレの監督をまたやってみたいと思いますかって来てるよ。それはやりたいでしょ。だってこの間、健一とは言ってたじゃん。じゃあ、健一は帰ってこいよって言ったじゃん。うん。うん。で、呼ばれるの待ってんのにな。まあ、確かにね。うん。うん。だって、呼ばれない限り行けないからね。そうなんだよ。俺が行きたいってあって、いりませんって言われてるんだからな、今はな。そうです。だから、しょうがないよね。いりませんとはなってないかもしんないけど、わかんない。それただ呼ばれてないわけでしょ？呼ばれてないからね。だから、俺ほら、健一には電話でさ、行こうぜっていう話はしたからさ。で、お前も行くって、りょうすけってお前行かねったし。行かない、やだよ。いや、でも、なんか、あれだよね。確かに、その、指導者目線と選手目線って全然違うからさ。うん。それわかるだろ、お前。今。一回はわかるでしょ。いや、だから、うん。うん、いや、本当に、扱いづらかったやつだろうなって思う。でもね、うん、扱いづらいやつが、結局活躍してるじゃん。うん、みんな。うん。確かにね。そこなんだよね、うん、でもね、うん、社会人とかの扱いづらいやつとかはまた違う、うん、それはそれわかるよ、今日たまたまそういうのあってさ、うん、社会人の扱いにくいのとお前らの扱いにくいのはもう全然違うんだよ。いや違うよね。ああ違う、そう、うん、なんか初め一緒なのかなっていう、だけど、うん、いや、なんかもう根本が違いすぎて。そう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 。だからね、逆にね、俺はそういうのをまた今経験して面白いなっていうのはある。いや、まあでもそういう相談はまたするかもしれない。マジで難しい。やんなよ、なんか監督を。
いや、監督はいいよ。で、俺コーチで雇ってくれ。やだよ。やだよ。で、俺もうマーカーピシッて並べるから。え、北さんそんな感じじゃなかったじゃん、だって。なんで？え、マーカーとか並べてた人だっけ？そんな、マーカーとかやってたっけ北さん。やってた。じゃあ、斎藤がやってたんだって。ああ、そういうこと。うん、確かに、北さんあんまなんかマーカーとかいっぱい並べてる、あんまイメージねえよ。うん、だから斎藤がさマーカー並べたら曲がってるじゃん。曲がってる。いや、お前な、マーカーの曲がりは心の乱れって俺いつも言ってた。うん、だお前はダメだなっていう話をした。ああ、まあ